moving fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the... またポケバイがぶち壊れてるじゃねえか。俺ポピーだよ。はい、どうもサンドトラブルです、今回なんですけれども、木曜日のクイックアップデートが、ついに来ましたね。で、6時以降もね、再起動していろいろ確認をしていきました。というわけで、今回のクイックアップデートは何が割引とか起きているのかを、まあ、確認していきたいと思います。まずはね、まあスーパーカーとかですね、そういったところを確認していきたいと思いますね。まずドゥンドゥルルルルルン、はい、スーパーカーは、はい、結論から言うと1台も現在は割引ございませんというわけでね、はい、ロクスターはケチりをね始めましたね。はい、次の車はドゥンドゥルルルルルン、はい、こちらも割引全部なし。はい、ますますケチをね発揮しましたね。はい、こちらどうでしょう。はい、これはねテラバイトアベンジャー、機動作戦センターは割引を、続行しております。というわけで先週に引き続きこの3つに関しては、割引なので、まあね、お金に余裕ある人はね、割引されてるうちにね買っといた方がいいかなと思います。で、それ以外の戦闘車両はドルルルルででん、はい、ないですね。というわけでアリーナも期待しない方がいいでしょう。ないでしょう。飛行機とかもね、ちょっと船とかも見ていきます。ギャラクシーはねもういらないんですけれども、ないです。割引来てないですね。はい、それこちらもないです。はい、残念です。はい、次はね飛行機見ていきましょう。金ピカの飛行機は割引は来ていない。はい、というわけでね、今はお買い時じゃないと。じゃあ何が一体お買い時なんでしょうか。アリーナなんでしょうか。アリーナの方の車両も来ていない。じゃあ何なんでしょうか一体。はい、結論から言いますと、最初のオープニングでボーピーさんが話していたように、ポケバイクがぶち壊れてるんだよ。というわけでね、はい、このねオフィス割引続行です。はい、 GT オンラインマジでぶち壊れてます。なぜかというと、これは非グリッチの方にはまあ、うん、オフィスはね安いうちにね買っといた方がいいと思うんですけどもね、これで、ね、物件売却といってね、これね、まあグリッチですね。はい、グリッチに関してはこれめちゃめちゃ儲かるんですね。1回にね300万以上入るのかな。というわけでね、11分間でね300万以上がね常に入り続けるといったぶち壊れた物件売却が続行中です。はい、というわけで他の施設見ていきます。先週もね全施設割引来ていました。今週もナイトクラブ、クラブハウス、それから施設、地下基地、格納庫というわけでね全部割引来ています。だからねある程度ね、まあアップデートに向けて皆さんお金貯めてると思うんですけれども、まあまだこういったものをね買っていない人、そしてお金にねまだまだ余裕あるよと、本当に大きなアップデートが来るまでまだ稼げられるよと、稼ぐことできるよとっていう人は、まあ買い時かなと思います。またはね立地のね悪いところでね使ってた人はね引っ越すのもね、これを機会にねやった方がいいかなと思います。とにかく物件売却はぶち壊れてるだよ。というわけでね、もう本当に物件売却やばいですねこれ。うん、2週間連続って今までなかったのかな。多分1週間ぐらいでだいたいこういうのはね終わってたんですけども、まあいよいよね大きなアップデートに向けてなんかこう始まりそうな感じはありますね。そしてね他のジョブの方見ていきましょう。ジョブもう前もって調べました。スタントレースですね。これは普通のスタントレース、要するにデラックスとかそういうのじゃなくて普通のスタントレースは RP と、マネーが2倍です。だからね、RP 稼ぎとしてね先週もねまあご案内した通り、高い位置からくるくる回って着地で RP を稼ぐ、まあ一つのねレースで 6000RP ぐらいはくるくるして稼いで、あとはゆっくりゴールって感じでいいんじゃないでしょうかね。それ以外の部分でジョブの2倍とかは今のところは確認が取れていません。はい、このように他のところも全部ねまた期待モードとかね来てるといいんですけどね、これもね来てないですね。残念ながら来ていないです。というわけでまあ大きなアップデートに向けて徐々にね、持っていないものをね、まあ、補充しておきましょうという期間なんでしょうかね。どうやらね、タイムトライアルというね、まあ
レースですかね、それがね毎日更新が来るようです。まあ、今日1日目なんでね何ともわからないんですけどね、明日から明後日とかでね毎日ね、場所が変わったらじゃあ毎日クイックアップデートを入れてくるということになります。ということはまあグリッチに関してもまあ少しずつね手が入ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、もう前もってね、まあ決められたプログラムであった場合はまあちょっとね修正は入んないかもしれないですけども、まあ毎日手を本当に加えてくるつもりならばグリッチに関してはだんだん厳しくなるんじゃないかと。まあ大きなアップデート、カジノアップデートが来たらほとんどできなくなると思っておいてください。説明欄に一応ね今できるものっていうのはねお金稼ぎのできるものを貼っておきますので、まあやっといた方がいいかなと思います。特にコスチュームとか、そういった部分ですね、もう後でね持ち込めなくなった、保存できなくなった、取れなくなったって言ってももう後からはできない時はもうできないので、今のうちにコスチュームはガチガチに固めといた方がいいです。そしてお金稼ぎも危なくないものをちゃんと選んだ上で、やっといた方がいいですね。では他にも、報酬2倍ってのがありました。これかなりね気づきづらいんですけれども、ボディーガードの報酬ですね。要するにフレンドさんとかと CEO でねなってもらって、お金ない人がボディーガードとして雇われます。そしてボスのまあ近くにいる、建物だとどうだったかな、建物内に入っていると入んなかったかもしれないんですけれども、外にいる時とかでボスの近くにいるとね、まあオレンジの輪っかとかね出てますよね。でこの輪っかの中にずっといるとまあ RP がピロ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 って入ってきますね。それ以外に15分前にお金が入ってきます。もちろんねボスがなんかダメージとか食らってるとちょっと報酬減ったりしたと思うんですけども、15分前にまあ$5,000、その次の15分に$10,000、そしてその次に$15,000という風に報酬が入っていきますね。さらにねそのさらに15分後、さらに15分後ってずっとはやったことないので、まあこれがね15,000以上さらに上がるのかどうかってのはちょっとね不明なんですね。もし知ってる方がいたらコメントの方で、よかったら教えてください。もしもねこれね15,000以上がねずっと入り続けちゃったら、まあそれはねもうぶち壊れてますね。本当にロックスターさすがですねって言いたくなっちゃいますね。というわけでまあ今回のね報酬2倍っていうのはちょっと薄いかもしれないけども、まあスタントレース2倍があります。本当にね何も持ってない人なんかはレースだけ開始してくるくる回って報酬を得るとか、あとはねまあジョブとかが2倍がね、やっぱり薄いので、まあ普通にねお金稼ぎするしかないかなって感じはあります。まあ、物件売却は、最高にぶち壊れて継続中です。というわけでね放置ジョブ、ちょっとコミュニティをね案内したいと思います。放置ジョブのコミュニティっていうのがありまして、パパテラ放置ジョブ2019っていうのがあります。現在メンバーさんが1万人超えしていまして、かなりね、まあメンバーがいるということは放置ジョブを開始しやすい、またコメントのね書き方によってはなかなか返事がもらえない場合あるかもしれないんですけど、もうすでにね放置ジョブをやっている人は、なんかそのね放置ジョブやってる人に、参加をするっていうやり方をするとね、まあ多分ね、まあ、入りやすいかなと思います。あとはねパパテラがまあ大体11時12時ぐらいに毎日のように放置ジョブのホストをしているので、まあ、そこにうまくね参加するっていう方法もありだと思いますね。でこれねコミュニティウォールとかそういうところに、書き込んだり、します。まあただいまブレイ中っていうところもね、まあ照準違いのワープとかにもまあ使えたりしますね。まあこういったねコミュニティの書き込みにうまく書き込んでみてください。それから新しいね、コミュニティも案内したいと思います。これはまあパパテラフレンドコミュニティといいまして、 GTA オンラインを純粋にね楽しみながら、一緒にねやりたいね仲間フレンドさんを募集をするような場所に使ってください。まあ、他の人がね、嫌がるような不快に思うようなコメントはしないようにしてくださいね。まあ、こんな感じで、強盗メンバー募集とかドリフトする仲間募集とかそんなんでもいいと思います。まあ、よかったら皆さん参加してみて、募集してみてください。よかったら参考にしてみてくださいね。
Change.